公平は？このタイミングで、うん、なってんちゃーんだって。あ、文字で起こすとそういう感じか。確かに今日もなんかツナフトレンド入りしてた。今日ツナファムでしょ。ツナファム、あれにはなんないから。ツナファム、そう、ファンネームを考えてて、それがなんかそう。でもあれにはなんない、絶対。でもかぶっちゃってるから。なにわ男子様と被ってたらしい。そうなの。何ファムだって分かんない。なんかそう被ってたらしくて。でもツナファムじゃないんでしょ。まあね。でもやめた方がいいかもっていうコメントで溢れてた。なんでだろうなと思って調べたらそうだった。髪の毛どうした。誰がハゲや。誰がハゲやって。お、伝わってた。あ、伝わってます。なんでこんなテンション高いかというと、明日がオフだからです。仕事は明日、うん、何時？髪型どうしたの？あ、切ったのか、だからか。いいの？切ったとか言っちゃって、うん、切ったとか言っちゃっていいの？あんまり言っちゃうとやばい、やばい、やばいんちゃう。やめて、それやめて。全然大丈夫だから。ああ。そのなんかみんな余計ちょっと聞き身立てちゃうから、そういうことすると。大丈夫じゃん。そう、うざい。なんか、やめて、その意味深な感じ。全然大丈夫だから。ごめんごめん。なんもない。だから、大丈夫だっつって。歯ホワイトニングした1ヶ月前ぐらいにしましたよ。見して。ちょっとぺっちゃんこになっちゃったけど、ちょっと帽子かぶって。いやでもね、かわいい。前髪結構切った。いいじゃん。え、前髪切ったとか言っていいの？ん？だってどうした？え、切ったとか言っていいの？大丈夫？ね、大げさに、なんか大ごとにしないで。後輩はどこ行ってたの、お前？え？どこ行ってたの？トイレ。あ、トイレか。うん、じゃあ皆さん、ご飯食べてきまーす。俺は食べちゃった。俺も食ったけど食べちゃった。罰モテと一悶着見てね。